袴田巌元被告86歳。3月13日に迫った東京高裁の再審可否の判断。やり直しの裁判を待っています。袴田巌の根性は通じたということで、戦いはまだある。支援者集会での挨拶は大半が脈絡のない話となりました。釈放から間もなく9年、長年の拘禁生活の影響がいまだ色濃く残ります。2014年3月東京拘置所から釈放された袴田元被告。体調の確認や治療のため、2ヶ月間、都内の精神科病院に入院しました。退院後、浜松の自宅に戻り、姉と過ごしてきた日々。9年前に出てきた時のことを思えば、ね、多少良くなってる。表情なんかね、表情なんか全然にっこり笑うようになったし、初めなんか悪意もしなんだだもん。一方、釈放時に診察治療に当たった医師は、まあ、あんまり変わってないなっていうのと、まあ、落とし目したなっていうのは感じましたけれども、まあでもあんまり変わってないなっていう感じですね。例えば表情のやっぱり硬さが残っていたり、手をこう上げたりする、合図をするような、挨拶をするような、それが誰に対しているものでもないような、そういう動作が、まあ、これまでの経過を知っているとは、これやっぱり拘禁症の症状が残っているんだろうなっていうことが、まあ想像がつく、そういう感じですね。袴田巌元被告は1936年3月10日浜松市で6人兄弟の末っ子として生まれました。元被告9歳、姉12歳の時に終戦を迎えています。まあおとなしい子だよ。おとなしくて無口な子だったね。遊ぶにも後をつけて、B29が来たっていう時にね、私屋根に登ってね、浮きは飛行機に見えると思ってそしたら岩尾もまた後をつけて追っかけてきて、一緒にこうやって二人で見てた。中学を卒業後、23歳でプロボクサーとなった袴田元被告。フェザー級の日本ランキング6位に上り詰め、海外遠征もしました。引退後、清水でスナックを経営し、その後、味噌会社で住み込みで働くようになりました。1966年6月30日、その勤め先で一家4人が殺害される強盗放火殺人事件が発生します。袴田元被告は肩や手を怪我していたことや、パジャマに血がついていたことを理由に、事件から49日目、逮捕されました。水も与えられず、便器を持ち込まれ、1日最長16時間を超えた取り調べ。自白に至りました。大変に恐ろしいことをやったと思ってます。もう夢中で見られちゃったらしょうがない。一審静岡地裁は45通の供述調書のうち1通しか採用せず、残りを排除。裁判官を務めた熊本典道さんは2007年沈黙を破り、当時の捜査を痛烈に批判しました。なんでね、20日間むちゃくちゃな調べをするんだろうということはね、
確たる証拠がないからだろう。熊本さんを除く2人の裁判官の判断は有罪。死刑判決が下され、1980年最高裁で確定しました。死刑囚は死をもって罪を償う立場です。刑務所には行きません。労務作業もありません。拘置所に収監され、独居房で時を過ごします。元刑務官の坂本敏夫さんは死刑囚の生活をこう話します。一日部屋の中にいて、まあ、テレビもパソコンもその他一切ありませんから、統一的に流れるラジオを聞くぐらいですね。あとはあの本なんか自分で購入できるので本読んだりして過ごしていると、まあ、ですからあの一番彼らが辛いのはおそらくいつお呼びが来るのかということなんでしょうね。死刑は執行される朝に担当の職員が訪れて突然告げられます。坂本さんは死刑判決の確定前と確定後の複数回、袴田元被告と接する機会がありました。大事件があったの。すごく印象に残ってるのは、1回目はまだ判決前ですよね。大丈夫ですよ、最高裁の判事ですもん、他と違うでしょ、優秀でしょっていう言葉を言ったのが、本当にあの、なんていうんですかね、裁判官を信じてましたよね。だから、たびたびそれから裏切られるわけでしょ。最高裁で裏切られ、再審請求で裏切られ。まあ、俺はやってないんだけど、ここで死刑になるんじゃないかって、もう本当にあれですよ、まあ、言葉悪いですけど、気が狂いますよね。うん、神様、僕は犯人ではありません。僕は毎日叫んでいます。ここ静岡の風に乗って世間の人々の耳に届くことをただひたすらに祈って僕は叫ぶ。東京拘置所の報告書には、袴田元被告は姉が差し入れたお菓子の袋を体に巻きつけたり、食事に毒が入っているとご飯を水で洗って食べたりしていたことが記されています。孤独な生活から48年ぶりに解放された袴田元被告、自宅に戻っても部屋を回り続け、拘置所で枚数が決められていたティッシュを整理し続ける姿がありました。9年の時が流れ、部屋を回ることはなくなりました。2月姉の誕生日にはプレゼントを贈り、穏やかな表情を見せていました。まあやっぱりそれでも完全に抜けてるわけじゃないね。日によってはまた戻ったり行ったり来たりだよ。再審開始を本当にひたすら願う。それはもう最初から56年前からその願いで戦ってきてるんですよ、ね、彼はあの身分の上では未だ死刑囚であって、まあ、あの今は停止されてますけれども、まあ、でもいつあの戻されて、いつ死刑が執行されるかわからないという、そういう状況にいるんですね。ある意味で拘禁がまだ続いているという、拘禁に伴うような状況が続いているということで、それで良くなってない、そういう考え方もできると思います。30歳で逮捕された袴田元被告、3月10日に誕生日を迎え、87歳となります。